古沢寛兵衛は日本の柔道家、元朝鮮総督府柔道教官。持ち前の改力を武器に全日本選手権大会で優勝2度、準優勝1度の成績を残したほか、昭和天覧試合にも2度出場した実績を有す、戦前を代表する柔道家の一人である。1902年に栃木県羽賀郡益子町に生まれる。中学は地元の毛歌中学校に進学し、 1920年に、行動館へ入門すると、翌21年には、当時中学生としては珍しかった初段に列せられた。卒業後は、柔道の専門家を志して、京都武線に進学。身長176センチメートル、体重85キログラムという当時としては抜きんでた体格と、1年生の時に水を一杯に入れた四都村を一人で、 運んだ怪力が学校内で評判となり、古の猛勇武将にあやかって、花はダゲモンと呼ばれた。稽古では、磯貝はじめや田端翔太郎、福島清三郎らに支持し、先輩にあたる栗原民夫の胸を借りた。1925年に第二本部特会四段で、竹仙を卒業後は、形状府にて、朝鮮総督府警官講習所の教官となり、5ヶ月後には、 報道官からも4段を許された。試合では1926年5月に満州朝鮮対抗試合に朝鮮軍代表として出場し、慶状中学教師だった倉田健之介亡き後の主力選手として活躍したほか、同年11月の明治神宮大会では青年組5段の部に出場し、決勝戦で旧正浦和高校の助教授であった工藤十三と、 延長3回30分の激闘の末に審判団の審議でも優劣つけがたく、異例とも言える引き分けとなった。力のありすぎた古沢は器用ではなかったが、相手を釣り上げての小外刈りや強引な内股、寝技では法上司法方を得意としていた。1929年5月の5対0、記念天覧武道大会では指定戦士で27歳と、最年少出場だったが、37歳。 尾形源次六6段のともえげと29歳、安倍大六65段の払い腰しにくしして予選リーグ敗退。1930年11月に第1回全日本選手権大会が開催されると29歳の古沢はハックの代表として専門総年前期の部に出場。津島氷一四4段、遠藤清子し段らを破り、決勝戦では 柏原俊一五段を得意の内股で宙に回せ、優勝を果たした。続く、第二回全日本選手権大会は、満州事変の影響で出場が見送られたが、1932年11月の第三回大会では、専門壮年後期の部で出場。西山光造四段、赤川徳次五段、羽田康文五段を退けて、二度目の優勝に輝いた。なお、 古沢は、大会4ヶ月前の7月に六段に昇段している。1934年5月の皇太子殿下、五誕生宝祝天乱武道大会に指定選手として、第一部に出場した古沢だったが、予選リーグで、皆川国次郎五段と五歳年長で38歳の神田九太郎六段にそれぞれ優勢で敗れ、またもリーグ戦敗退に終わっている。 同年11月の全日本選手権大会には、自身3度目の優勝をかけて臨んだが、決勝戦で、津島兵一五段に優勢で敗れ優勝はならず、続く35年大会は、初戦で田中末吉五段に優勢不。その後古沢は全日本選手権大会には、出場することはなかった。それでも1936年4月の、第1回全日本東西対抗大会に参。 将として出場し、東軍大将で、三船門和一,一の逸材、佐藤金之助七段と引き分けて、西軍優勝に貢献したほか、1939年の日満対抗大会への出場、1940年2月の紀元2600年記念全日本、東西対抗大会では、西軍副将で出場し、東軍大将を務める、警視庁の大号、 ソネ構造七段と引き分けて西軍に優勝をもたらした記録が残っている。1925年以来22年もの長きにわたり、岡野三夫らと共に朝鮮柔道界に貢献してきた古沢だったが、太平洋戦争の終戦後は裸一貫で日本に引き上げた。妻を亡くして、郷里のマシコで接骨院を細々と営み、1947年7月に八段。 1968年に球団を隠居。しかし柔道界にはあまり顔を出すこともなく、1973年5月にその生涯を閉じている。なお、古沢は強靭な肉体や豪快な投げ技とは裏腹に、その人柄はしごく温厚で、竹千の後輩がうっかり慣れ慣れしく、花輪さんと呼んでも気に留めず、後輩には常に三付けで接していた。 畜前琵琶を女性教師に学び、陶芸をたしなみ、平安神宮では軽娘に混ざって茶道に精を出す一面もあったという。ありがとうございます。